材質が良くて、どれ材質がダメなのかっていうのがね、まだちょっとよくわからない。ああ、そうなんですね。作業としてはほとんどデータ作る作業ばっかだもんね。あとはもう、仕込んでしまえば勝手にやってくれるもんで。勝手にやってくれるからですよね。うん。やっぱりね、その位置決めとかその色の濃さとか何回かトライしてみると、コツがわからないんで、いきなり1回でっていうわけにいかんからね。そうですね。1時間ぐらいすぐ立てますね。まあ俺はそう思った。でもそれはあるかもしれない。子供慣れてね、その機械を頻繁に使ってるっていうんだったらスッてできるかもわからんけど、でレーザー強すぎると今度また反射したやつで下が焦げたりするんで、僕のあの名刺っていうのはその名刺サイズの枠を作っといて、で要するにこれと一緒やね。こうやってちょっと厚めの紙に、であとはこの上に名刺を置いて、そうすると同じところに大体同じように、できるんですね。繰り返しなんで、大概なとこで止めた方が良くないですか。止めますね。いい感じじゃない。そうですね。多分模様の線的なものでも、ソフトでデータ作って、でここに入れて、で所要時間とかを計算しといて、まあこれあと全部見ちゃったんですけど、後でいられでいじりやすいように、PDF になってるんですよ。PDF を SVG に切り替えるとかはできるのかな。どうでしょうかね。SVG で切り抜くっていうんだったらもう線のやつがいいかもからね。切り抜くのやつは線のやつ。ただ線のやつだと。これは何？このさっきの線みたいなやつの PDF じゃなくて、これ、それはどういう PDF じゃない？ああ、これはあのピングっていう画像なので、別に JPEG に変えようと思えば、
変えることができない。 SVG に変えようと思うと多分これじゃないとダメだろうな。イラストレーターに入れてそこで変換することができる、うん、できる。 SVG っていうのに似た記憶があるんで、エクスポートっていうのがよくわかるね。エクスポートっていうのは出力ですね。うん。うん、そこにどっかにそこに入ってるところじゃない別のところにこう置き換えるみたいな、移動するみたいな。